Something went wrong, so I want to get quick at moving late. Come on, quit being kind of crap. My computer being kind of crap. Everything is being kind of crap today. So let's hope that the game is not crap today. Because I need something that's not crap today. Let's go fight whatever boss it's going to be. あれはどうやら何とか追いつけたみたいです。そうか、結局タワーの爆破は阻止されてしまったか。そんな憎むべき鉄血最初を抹殺する好機が、共和国の連中と手を組んでまでことを起こしたというのに。我々の味方は多い。カイエンコをはじめ例の連中もまた力になってくれるだろう。この場さえ逃れられれば次なる機会が。そこまでだ。バカな、追跡ルートは潰したはずだぞ。残念ながら別のルートから何とか追いつけたんだ。どんなデータを入手したのかは知りませんが、正確ではなかったみたいですね。大体何なのだこのガキどもは。クロスベル警察、特務支援課だ。テロ活動、破壊工作の現行犯および要人暗殺、大量虐殺未遂などの容疑であなたたちを逮捕する。警察だと？たかが自治州の警察ごときが我らの大義を邪魔するか。ふざけないで。あなたたちこそどれだけの人を巻き込むつもりだったの。やれやれ、いるんだよね。黙れ。誇りを忘れて虚しき繁栄をむさぶるだけの愚民どもが。反省する気ゼロみたいですね。我々とて無関係の者を巻き込むのは本意ではない。だがこれ以上あの男を放置すれば帝国はめちゃくちゃになってしまう。それを邪魔するというのであれば何者であれ容赦はしない。話しても無駄だ。行きましょう皆さん。了解です。それさせてくれ。
ょう。よし、そこ行きます。よし、目標を、ここです。行きます。行きます。行くぞ。私の番ですね。やるね。やりました。おー、ブラストワンツー、ブラストワンツー、それは不要。自治州の警察風情が確かにクロスベルだが、俺たちはそれに溺れて誇りを見失ったりはしていない。さまざまなしがらみと圧力、それらに押しつぶされながらも壁を乗り越えようとあがいている。ロイド、ロイドさん、どうやら少々お前たちを侮っていたようだ。タワーを爆破しようとした、やりすぎだったことは認めよう。それじゃ、だがそれでも我々は鉄血宰相を討ち取るまで捕まるわけにはいかんのだ。皆さん来るぞ。下がれ。手に入れやがった。なかなか便利な協力者がいるものでな。せいぜいそこで遊んでいくがいい。これ以上の問答は無用。撤退するぞ。こちら、ま、とにかく肩行きましょう、皆さん。私の番です。ターゲットを捕捉しました。情報を入手しました。行きます。そこ、任せて。見えた。さあ、これはどう。Yeah.
行きます。そこです。私の番ですね。そこ行くぞ。せっぱ行くぞ行くぞ。私の番ね。そこよし、やろう。私の番です。リカバーモード起動。これで大丈夫。ありがとうございます。ありがとう。援護するぜ。よっしゃ、任せてくれ。やった。ええ、そこ行きます。そこ、さてと。そこです。俺の番だ。やっやさてと。はいはい、はっはい、た。任せてくれ。エニグマ駆動。それ行きます。エニグマ駆動。ええ。じゃあ、ご飯が多いよ。エニグマ駆動。私の番です。ドライブ開始。任せてくれ。エニグマ駆動。よし。世話が焼けるな。それ。ええ。はい。ありがとうございます。さてと。ドライブ開始。任せてくれ。俺の番だな。任せてくれ。えい、でや。行きます。行きます。そこです。さてと。はい。俺の番だな。やっ。はい。そこ。さてそこです。さてそこ。任せてくれ。えい。私のキャー。私のえい。行くぞ。やっと。
良いデータが取れました。ナイスファイト。いや、あのか、乗っている人間を。いえ、中から生体反応はあります。どうやら自動操縦で操られていたみたいですね。おいおい、マジかよ。人形兵器といい、どうやら妙な連中の協力を取り付けていたみたいだね。くっ、話は後だ。とにかく逃げた連中を。銃撃戦の音、一体何が。とにかく行ってみるぞ。これも契約でな。心置きなく行け。シャーリー、残りもやっていいぞ。いいの？どうしたのさ。他の連中には手を出させないから、遠慮なくかかってくれば。
ちてやがるんだ。ダメ。どうやら全員コード切れてるみたいだ。何なんだあんたたちは。言っただろう、ビジネスだ。それが今回帝国政府から俺たちが受けた依頼ってわけだ。まさか。うん、帝国政府からの委任状もちゃんとあるよ。そんな。自治州法第19条3項、帝国共和国政府によるクロスベルでの公的執行権はこれを認めるものとする。その通りだ。つまりこの件に関しては俺たちは帝国政府の代理。おじけ、なんで殺した、なんで殺しやがったんだ。どうして。ぬるいわ。先輩、ランディさん。言っただろう、処刑を受け負ったと。そもそも貴様らがとっとと連中を捕まえておけばこの結末にはならなかったはずだ。この結果が鉄血に政治的に利用されることも。そんな、まさか。せめてもの情けに一匹だけは見逃してやろう。もったいないな。まあいっか、雑魚だと遊びがいがないし。はい、パス。逃げられないでよね。さて、引き上げるぞ。やっ。それじゃ、またね。失礼します。じゃあな、ランドルフ隊長。サオ社長、その者たちには重大な権威がある。共和国政府の委任状があっても連れて行く権利などないはずだ。そう言われましても長老方、上からの社命でして。伝説の教主イン、顔を合わすのはこれが初めてだ。心配せずとも、もう一方のテロリストほどひどい目には合わないはずです。せいぜい政治犯として民族主義者たちへの牽制に利用されるだけでしょう。ふざけるな。貴様ら東方人のせいで我らのカレバードは。ロックスミス大統領、思っていた以上のタヌキのようだな。
個人的には親近感を感じる方ですがね。文句や抗議が終わりでしたら、どうぞ大統領府の方へ。そうか、分かった。こちらはもう安全だ。安心してくれたまえ。共和国の一団はヘイユエという貿易会社の社員に捕らわれたそうです。え？おお、それは頂上。彼らは我々の友人でしてな。身分は保証しますからご安心を。そして帝国からの一団は帝国政府による委任状のもとに赤い星座なる両兵団にほぼ全員が処刑されたそうです。なんたることか。最初一体どういうつもりか。帝国政府が処刑などの名目で国外で両兵団を運用しただと。ええ、確実を期すために私はともかく王子殿下を狙った罪を万死に値すると言わざるを得ません。よく言うぜ。確かに自治州法では認めざるを得ませんが。だがこれはあまりに真偽にもとるやり方ではありませんか。おお、それは誤解です。それよりも方々、図らずとも証明されましたが、この程度のアクシデントですらクロスベル自治州政府には自力で解決できないということが。まんまとテロリストを会議の場に近づけた。失礼ながら実際に命を狙われた皆様方にとって、あなた方はなんと強引な。ここまで悪辣な仕掛けを用意しているとはね。皆さん、議論が脱線しているようです。最小閣下と大統領閣下のご意見も拝聴に値しますが。リーター君。ほう、うん。いえ、定義ではなく決意表明と言うべきでしょうか。今この場をお借りして一つの提唱をさせていただきます。何？我々はもはや他国の思惑に振り回されるわけにはいきません。私はここに市民および大陸諸国に対しクロスベルの国家独立を提唱します。
because Garfield wasn't able to have a proper military, they couldn't defend the elevator. シグムントさん、こちらの用意はいつでも。構えるな。お互いクライアントのオーダーをクリアした後だ。同感です。そういえばノイエブラン新装開店、どうもおめでとうございます。なかなか挨拶に伺えずに失礼しました。何の、こちらこそ。知らぬ仲でもないのに挨拶にも出向かずに悪かった。嫌になるくらい元気な方々ばかりですよ。長老会を襲って人質に取ったりしたからね。依頼で不在で正解だったようだな。あ、ひょっとしてイン？東方人外最強っていう伝説の教主って。そういうお前はブラッディ・シャーリーか。わずか16で最強の両兵団の大隊長を務めているという。一人の方が動きやすいんだけどね。それよりもね、かっこいい覆面をしてるけどつけない方が強いんじゃないの？筋肉の使い方も不自然だし。ほうほう。親バカかもしれんが、こいつの見る目は確かでな。別に。さあ、くだらな挨拶を続けるのなら先に行くぞ。すみません。ああ、またの機会。またね。Chapter. I'm gonna take a quick break. おめでとうございます。ランクアップしました。さすが皆さんです。Alright, we're gonna save in lot one. I'm gonna take a quick break. Put my drops in. Thank you for watching. I'll see you next time.